チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、喉がガサガサで声が出にくいんだけど、朝ごはん食べたいと思います。昨日のね、ラクレットチーズの濃いシチューをね、朝から食べようか思うんだけど、あまりの美味しさに昨日ね、パン使ってパンで鍋まで拭き取るぐらいで食べました。美味しかった、あれ。また買ってくる、あれは。うん、リピ確実です、確定です。なことよりもね、喉がほんまに痛いね。まあ、昨日声出し喋りすぎたんやけどね、あれ、崖崩れがね、やっぱひどくて、あれが、ちょっといろいろね、見たり、元気を吐くて、まだ手つけられる状態じゃないねんけどもね、お隣の家もあるしでね、バジル、先乗せます。雨がね、昨日も雨は止んどってんけど、やっぱ地盤緩いから近づくんが危ないでしょ。そんなんで、やってんけど。まあ一応、確認もしたからね、昨日はお風呂に入られてん。やっぱお風呂の背中が、裏がね、ちょうど山やからね、大雨降るとね、お風呂入られへんのよ、うち、危のってね、崩れるかわからんからね。昔っからね、お風呂も雨降ったら、あんまお風呂入るの。このキッチンでも長時間おったら危ないってよ言われとって、それぐらいね、あれね、危険やね、うちの家ね。はい、ちょっと焼いてきます。仕方ないけどね、山背負って住んでる家の宿命者とかなんだけど、このよいしょ、山がね、崩れてきた。多分この家がのかな、分からんね。裏の山、山肌のね、3倍まで山が崩れるって言われてるから、多分裏の山全部が崩れたらこの家は危ないかも分からんだけどね。でもまあね、2階と3階の間ぐらいまで擁壁があるから、3階まではね、もともとなかったからさ、2階分ぐらいの、2階ちょいプラスアルファ、2階は助かるぐらいの擁壁はできてるからね。そこで崩れてきても多分ね、ここのキッチンとかお風呂の木造がなくなるぐらいで、本宅はなくならへんとは思うって言われとってんけどもね。だから特に大雨降るときはお風呂が危険やね。はい、できました。はい、ちょっと白いな。はい、できました。はい。ということで食べましょう。はい、いただきます。はい、ちょっと喉がね、ガサガサで。喉がね、痛いのよ。いただきます。昨日お風呂久々に2日ぶりぐらい入った。気持ちよかったけど、それでもね、一回1時間ぐらい使うんだけど、危険やから、バッと使ってね、頭からちゃちゃったら、子供にも、早して、早でええや、言って。ちょっと当分ね、そんなお風呂生活は続かない。一回崩れたらね、向こうへ。
逃げてるから、もう大きな崩れはないと思うんだけど、怖い。これまで台風による死者は全国で9人、また1人が行方不明となっています。そんな中、実は今日にも死に温泉行かれへんしね。障害はありますよ。それを乗り越えていくんだね。いいね。仕方ない仕方ない。だから今日もね、予定外の台風と昨日の予定外のね、イレギュラーなことがあって動画が撮れてなかったので、今日は、そこでやらなあかんと思うとおりな。まさかやっぱり結局今8時54分、もっと早く始めなかったんだけどね。今日火曜日やからゴミ出さなあかんしね。お母ちゃん今日介護休みやから、介護行かなあかんし、大変。台風発生の兆候やって、電車緊急でしょ。まだまだ止まったままです。今日なんかそうなんですね。水道水線境線かなんか電車普通、全線普通とか言ったな。何やろね。電車降ろされて3キロ歩かされてんて、くらいよね、それね。3キロだから何だろうね。警察の方も立ってますね。改札の中でもこう座っている方がいますね。まだまだこの機能がですね、停止したままですね。停止してから10分後ぐらいにですね、最後に乗っていくと、空調が止まって、で、空調が止まってますので、適当な窓を開けてですね、換気してくださいと。みんなすごく沈着冷静にですね、適当をして。なるほどね。いや、初めてや、初めてですね。上司に連絡して、今日はもうこのまま帰りますけども。JR 東日本によると、電線を吊るすための器具が破損し、漏電。漏電したよ。警察出てがそういうものもしてんだよな。
宇都宮線は昨日午後10時ごろ一部区間を除き運転を再開しました。今日は始発から通常の半分程度での運行となっており、平常運行に戻るのは明日にずれ込む見通しです。現代社会の、ね、便利な機械は何か一つ違うとね、人間に反抗し出すんだよね。電車でのトラブルはこれだけではありませんでした。なんか車、電車の中煙入ってる。これは昨日、関東地方を台風が通過中だった午前5時半ごろ、横浜市を走る相模鉄道の電車内で撮影された映像です。相模鉄道などによると、相鉄線の上り線で車内に煙が充満したため電車は二股バワーのおよそ100メートル手前で緊急停止し、それもね、乗客は線路を歩いて避難しました。便利を求めたしっぺ返しなんかも分からんけどもね、かつて一回便利なもん手に入れるとね、手放すことはできんくなるからね、はい、で何の話をしてたのかも分からん。取り留めのないあっちゃ、まあいつものことやけどね、取り留めのないお話ばっかりであれやけど、で喉が痛くてさ、今日ちょっとお話動画撮ろうと思ってんけども、喉が痛いどうしようかな。もう撮らへんかったらね、もうあのストックの動画がないんで今日何本か撮ります。声カサカサやからどうしようかな。一生懸命ちょっと声張る張りましょう。そのためにもちょっとね、朝ごはん温存してんねんけどね、こんなこんなでね、今日は朝から、こんな感じで10月の24日火曜日のあっちゃんの朝を迎えました。はい、で22日のね、台風で裏の崖崩れがあって、それをまだね、あの市の人に見に来てもらって、それからまだ手つけられへん状態なんでね、一応そのからちょっとだけでもね、あの土をね、うちのとかぶってる土をどけたりとかしないといけないねんけどね、まだまだちょっとね、地盤が緩いか怖いねん、だからまだ近づかん方がいいかなとは思うねんけど、昨日もね、ちょっと山登ってみたら山の地肌に亀裂があって、ちょんちょんと足で踏んでみてんけど崩れはせえへんかったからね、ねんけど、でも地崩れ起こしそう、ひび入ってるっていうのは危険やからね、あれじゃもう近づかれへんし、今度上の畑通って上側行ってみようかなと思うんだけど、まだもうちょっとね、あの落ち着いてから方がいいかなと。っていうとったらまた雨降るかどうかわからんし、また台風来るよとるからね。でまあ、イギリス・ウォリクシャー州にあるムニトン駅のプラットフォーム、ホームに貨物列車が入ってきました。すると、画面の左側からベビーカーが現れます。そして列車に近づいていってしまいます。一体なぜなのでしょうか。な感じでね、今日も多分ね、まだなんていうかな、フルに時間使えへんでもいろいろあると思うね。でも中でね、やれることをやっていくっていうのがあっちゃんの、まあ、今ねやらないといけんことやと思うんでね、前向いて進んでいかないと、ね、崖崩れたから言って、なんていうのかな、何もしてせんと待ってるのもあれなんでね、前向きに進んでいくように何か動いていきたいと思います。それはカッチで近づくも危ないんだけどね。だから、今日は、ね、まあでも昨日夜ね、あぶ怖かったけども、お風呂入ってちょっとすっきりしたんでね。やっぱりね、今日の朝からのね、今日朝から、子供送り出す時ちょっと携帯見ててんけども、コメントで髪の毛とか言うけどね、やっぱみんな、あれやなと思って、見ててんなと思ってさ、お風呂入られへんかってさ、ほんとね、気持ち悪かった、昨日正直。髪の毛ね、ちょっとベタベタしてて、普通か、3日入ってないんか？金曜日入っ、いや、じゃあ、風邪ひいてて金曜日入ってないわ。だから19日に入ったんか。だから金土日入って3日入ってへんでね、まあ、そんなこんなでね、大変でした。まあ昨日ちょっとね、お風呂でそんなね長らく使ってないけども、ちょっとリフレッシュしたんで、で一応ね、山も見に行って、もう崖崩れてないの、上があっちゃんとこは道崩れた上っかわいいんだけどね、その上っかぐるっと回って、うちの裏は崩れないなと思ったらね、安心してお風呂入られんだけど、ちょうどね、擁壁のない真ん中に崩れたみたいな感じやからね、多分擁壁ある分大丈夫やと思うねんけどもね。
子供もね、3日入られながら、いや、すっきりしたと思うね、昨日ね。まあ、早くね、早出会えて、危ないで、言うて言って、あちらし入らして、かわいそうやってんけどもね。もう、まあ、子供連れて温泉行ってあげたいなと思うんだけど、なかなかね、ないのよ。で、結構気ぃつけなあかんのが、家族風呂あるとこでも、家族風呂は浸かるだけで洗えへん温泉があんねんね。ないとこもあるしね。でもな、やっぱりね、なんていうかな、なんだ、なんだ、スーパー銭湯とか、そんなところみたいなところでも、ね、家族風呂とかあったら嬉しいな、なかなかそういうとこないからね。それとかね、家族風呂があってもね、一応その男と女と別れた脱衣所に入らんと入られへんところがあったりするからね、もう大変。だから、なんだ、そういうのね、銭湯で家族風呂があるとこがあったらね、こういう時嬉しい。やっぱり災害とかね、の時って入られへんし、そういう時にね、やっぱ開けてくれるところがあったら嬉しいな。やっぱりその、被災地、ね、地震があったりとかね、台風とかで各地いろんな災害があって、復旧作業にね、手伝ってくれてる人がいて、お風呂の問題っていうけど、実際こうやって直面するとね、やっぱお風呂ってありがたいなと思いながら、まあ今回まだね、お風呂も潰れてないし、やねんけど、ただ、ね、地崩れの怖さがあるから入られへんだけのことやねんけど、それだけでもこう思うねんから、やっぱお風呂ってちゃんとね、被災地には必要やなって、あっちゃん分かりました。なんやかんや言うとね、福島復興とかこんなこと言っててもね、実際本当に現地でね、困ってる人の気持ちっていうのはやっぱり分からへんもんね。自分が体験して初めて分かること。だから、全国でね、やっぱりその復興やってみんなお手伝いされてるとは思うんだけどね、実際現地に行ってないって分からへんこともあったりね、偏見とかでね、やっぱりそうされてる方もいっぱい多いと思う。だからね、やっぱりそんなんじゃなくね、本当に自分がもしその立場の時どう困るんだろうって考えたらね、やっぱもっと分かることやと思うしね。今回初めてね、ここ本当ね、この家住んでね、何回かウトラの家崩れてね、でもここまで大きな被害があった初めてやね、だからやっぱり実際裏の山崩れてた怖いなって言いながらもね、実際こう崩れてくることによって本当に怖さを身に染みました。でもまあそれでもあっちゃん被害ないねんで、なかったもこう思うんだからね、これ大きな被害あったところって本当に困るやろなってあっちゃん思った。ということで、ね、今日もね、10月の24日あっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。はい、で一緒に食べてくれてありがとうね。で、今日この動画があるのは25日水曜日、もうね、なんやかんやで週の真ん中です。で、今週まあ天気はね、まあまあ普通みたいねんけども、来週もしかしたらまたね、台風もう一本、台風の子供がいてて、卵がいてて、もしかしたら日本に来るかもわかんないって言われてるからね、また引き続きの台風は危険なんで気をつけてください。北海道なんか台風の影響で大雪やね、言ってたね、雪も気をつけてください。もうそんな季節なんでね。はい、ということで、いろんなね、異常気象とかね、自然災害のある中、みんな気をつけてくださいね。はい、ということで、今日もあっちゃん、この後動画撮っていろいろしていきたいと思います。では、またね、バイバイ。今日も元気にいきましょう。はい、次の動画でお会いしましょう。